どうもシューティーでーす。そして本日は奈良さんに来ていただきました。よろしくお願いします。翔平 TV をご覧の皆様、こちらの奈良さん、元独立リーガー、埼玉武蔵ヒートベアーズから、福島レッドホープス、そして神奈川フューチャードリームスで、活躍されていた方でして、本日はこちらビヨンドマックスレガシーメタルを実際に打っていただきたいと思います。よろしくお願いします。お願いします。奈良さんと僕、実は奈良さんが現役時代から、交流はありまして、なんとほぼ地元、めっちゃ近い。そうですよね、狭山市ですよね。狭山市、はい、出身ということで、僕が入間市なんでお隣同士で、僕の今仕事が狭山なんで、もうさらにもう近いっていう交流はあって、まあ、いつかこうやってコラボさせていただきたいなと思ってたので、すいません、朝6時なんですけど朝6時っていうちょっとね、タイトな時間なんですけどね、すごい。で、この後も練習があるということで、なるはやで。奈良さん、そもそも高校からその野球経歴、ちょっと教えていただきたいんですけど。東京の法政一高というところですね。今のでいうと法政大学高校というところに通ってました。で、そこから法政大学に進んで、NTT 西日本で社会人野球をやって、でそこから独立に移って、埼玉、福島、神奈川で、計6年間プレーをして、31歳の時に現役を。引退しました。すごい経歴じゃないですか。中学はどっかの中学校ですか？あ、もう中学はもう普通に中学校のシニアとか入ってなかった。あ、本当ですか？軟式で高校から硬式をやって、今はちなみにそのやっぱ現役引退してからやっぱいろいろ仕事を、セカンドキャリアとして、まあ、仕事を探すと思うんですけど、今の仕事はどういったお仕事されてるんですか？もともと営業支援会社に就職して、まあ、営業をずっとやってきて、でそこからアスリートのセカンドキャリアの支援といったところと、あと転職支援みたいなところをやりながら、自分の野球スクールを今マジ運営しているような感じですね。まさか神奈川の平塚の方でやってる。あ、そうです、そうです、そうです。ちょこちょこストーリーとかで見るんで。はい、そんなに日数も少ないんですけど、はい、現役の時にお世話になった地域でもあるんで、今そこで全部を伝えてるような感じですね。そうなんですね。やっぱりこの現役を引退しても、やっぱり野球に携わる仕事っていうのはやっぱやりたいとやっぱ思ってらっしゃったんですか？まあでもなんか野球でその引退した後も野球でこう生きていくって難しいと思ってたので、まあまず一旦仕事をして経験していく中で、どっかでこう野球に携われたらいいなって思いはあったので、ちょっとタイミングもよく、今やってるこうバッティングパレスさんの方からもお話いただいたりとかしたので、そういったタイミングもあって、いいですね、そういう出会いは。いいですね。やっぱ今日はユニフォームということで、まさか草野球チーム入ったりします？草野球チーム入ってます。入ってます？入ってます。ちなみに何ていうチーム？東京のフォートオーク所属なんです。ノマドヤンキースっていうチーム。めちゃめちゃ強いチームじゃないですか。周りがうますぎて。いや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 、ちょっとレベル高いですね。奈良さんもすごいと思います。なんか都大会でなんかホームラン打ちゃったりとか、うわさには聞いてたんですけど速いピッチャーが好きなんで、はいはいはい、都大会とか行くと球速いんで、はいはい、僕はそっちの方が好きですね。なるほど。やっぱ現役やっぱ硬式をやっぱずっと続けてきて、軟式を、まあ、打つってなかなかやっぱ硬式上がり大変だと思うんですけど、奈良さん的にはそんなに苦はなかったですか？そうですね、やっぱ違いはありますけど、軟式特有のボンダみたいな、うんうんうん、それをしないように意識して、あとはもう同じバッティングです。同じバッティング？同じバッティング。そうなんですよ。僕なんか全然もう基本ファーストプレーだったんでだいぶ苦労したんで。ちなみにバットって普段は何使うんですか？今日はちょっとメタルを打ってもらうんですけど、はい、普段は何のバットですか？ MM18。 なんか長くないですか？これ85.5 です。 85? 点5ですね。点5。それはやばいっす。なんかやっぱ現役時代、なんかそれぐらい長いバットを使ってたんですか、実際？あ、最終的に 85.5 のバットになりました。なんかこう5を使ったり6使ったりもしたけど、最終的に 5.5 で、自分が一番結果出せた時が 5.5 だったので。ああ、そうだったんですね。じゃあ現役の木製の時から 5.5 で、軟式になっても 5.5。 MM18 はたまたま知り合い、チームメイトから。あ、チームメイトから、はい、譲り受けたものです。 MM18 を使って出るところ申し訳ないんですけど、今日メタルの方を使っていただいて楽しみにしてました。これ9月末発売ってことなんで、本当に発売したばっかな。ちなみに奈良さんってあれですよね、
右じゃないですもんね。左。はい。ですよね。なかなか左の人とコラボしたことないんで。おお。左の大砲のバッティング生で見たことないんですよ、正直。僕全然大砲じゃないですけど。本当ですか。飛距離タイプじゃなくて。間を抜くタイプですか。そう。ヒットの。何言ってんすか。シングルヒット。何言ってんすか。何言ってんすか。それではやっていきます。ゴー。お願いします。やば。超えた。ここ相当あるかな。ちょっと一回なんか別ので行きます。これはこうセットセット。モンスターブラッキャン。なんか柔らかい感じ。そうっす。MM23 と同じタイプですね。お細くてしなる感じ。やば。やば。普通にがはい84トップっす。うわこっちの方が飛んじゃったらどうしよう。こっちの方がえ？ああ待って。これすごいしなるんですよ。すごいしなりますよ。振っていくと最初当たりづらくて。あ、なるほど。でも結構なんか YouTube だ、 YouTube だから編集してると思うけど、ドライブする人が多い。あ、多いっす多いっす。自分もすごいドライブしてました。やっはっやっはっやっはっマジっすか。うわー、くそ。うわ、これはいったろ。うわ、これはいったろ。これぐらいの高さ出ると、うわ、ほぼ出た。奈良さん、メタルどうですか。反発がすごいです。反発、普段は 85.5 って言ってたじゃないですか。はい。これ84なんですけど、なんかちょっとこう短さって感じます。短さは感じます。感じます。ずっと 5.5 使ってたから。ですよね。今あんのが84か83らしいんですよ、出てるのが。はい。重さはでも感じますね。個人的な意見。個人的、全然個人的で。結構こうメタルは 先にあるっていう表現する人が多いけど、なんかあんまり先に感を感じない。感じない。いや MM 使ってるからね。うわ、根っこか。うわお。今の一言聞いた。猫か。でも結構ね、これ打った。マジですか。え、何やね、こいだ。俺今すいませんって言ったボールだったんだけど。低かったっすもんね。ちょっと低かった。でもその方がこっちよ。大谷打ちだ。投げた瞬間やべえと思ったら入ってた。これってあれですか、やっぱ高いコースとか低いコースで変わりますか。ちょっとやってほしいです。低めをさばいてどんな軌道で入るのか、高めをさばいてどんな軌道で入るのか、やりますか。そうっす。じゃあどっちで行きますか。高め行きますか。高め行きます。これやばいだろ。高めの方が。これだ。何、今超えた。足、あ、これ超えたな。マジやばい、これ飛ぶわ。すごい、今土手の後ろに行きましたね。うわ、怖いと思って。やばっ。こっちの打球怖い。おお。ほら、来た来た。ちょっと擦ってるから。来たんじゃないですか、これは。おわ、奥行った。ちょっと擦ってますね。だいぶ、そうそうそう、だいぶ擦り。ああ、いい感じ。ふう。おわ、入った。今の基準で
低いけども、うわあ3段目これはどう、ちょっとドライブしたか、うわあ奈々さん、奈々さん上段行きましたよ。慣れてきた、慣れてきた、慣れてきた。マジっすか、よかった、越えなくて、越えなくてよかったのとちゃんと飛んでよかった、飛んでよかったありがとうございます。ナナさん、ありがとうございました。ありがとうございました。結果的にメタルどうですか。打った時も言ったけど、反発がすごいから、はい、飛距離も出るし、すごい守りづらいかなっていうのがありますね。そうですね、これは僕だったら内野を守りたくないです外野はどうですか。外野は、外野も、うん、難しいと思うし、でもこうバッターによって違うから、基本的にも どれも難しいですよね。そうですね、最終的にバッターなんとかだぞみたいなそうですね、バッター、バッターメタルでも本当にそれぐらい多分違うと思うんだよね、初速とかが。そうですよね、やっぱ守るところがやっぱ毎回変わる、変わると思いますよね。はい、でもあのノマドさんは多分 ほとんどのバッターの時はみんな下がるんですよねみんな下がるんですよね、相手は。ケンパの時はなんか土にいる時とかでしょうね本日は、メタルの、手段、ありがとうございました。ありがとうございました。すごいいい映像が撮れましたので、楽しかったです。はい、そして、奈良さん普段はノマドヤンキースという東京の方で、ね、そうですね、活動されている、チームで活動されているということで、ノマドさんの SNS や奈良さんの SNS など、話してもらいますので、チェックの方よろしくお願いします。奈良さん、今日はありがとうございました。ありがとうございました。またお願いします。お願いします。いいっすね、これ OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。もう疲れきてるどっちも疲れきてるTV 2022年 T シャツ販売1万人突破、皆さん本当にありがとうございます。これ着て野球やろうぜ。